林口線は台湾東桃園市も園区の桃園駅から日北市、林口区の林口駅を結んでいた台湾鉄路管理局の鉄道路線である。奇襲店の駅名から東輪鉄路とも呼ばれる。日北市、林口区にある林口火力発電所への石炭輸送を目的とした貨物線として1968年1月1日に開通した。 貨物線として付設されたため、林口区中心部より非常に遠い場所に設置されている。全線非電化の単線で、全長は 18.4km である。途中、製油所やセメント工場への専用線にもつながっているが、現在これらの専用線はほとんど使われなくなっている。1970年代後半頃より、周辺地域の宅地化が進み、 周辺の道路の混雑が激烈になるにつれ、地域住民により、林口線の旅客化を訴える声が増加した。そのため、2005年10月27日より、東園県政府と台湾鉄路管理局の合弁の下試験的に東円、東園駅マイナス海港駅間の 15.6km で、平日に往復のみの旅客営業が始められた。なお旅客営業にかかる経費は、 東園県政府の支出で賄われており、運賃は当面無料とされている。旅客営業は周辺住民の通勤、通学の足として好評だが、発電所の石炭輸送へ影響が出てしまうため、現状ではこれ以上の増発は難しいとされている。石炭輸送が八陸にある2008年に海港の台北港を利用し、海運で行われるようになれば増発及び、 線路改善などが可能になる。東輪鉄路の東園駅は縦間線の道駅とは共有となっておらず、専用プラットフォームが駅前横の駐車場内に設置されている。また出入口が車道と共有となっているために、立ち入る際には自動車の出入りに注意が必要である。また、台湾東園国際空港の近くを走るため、前述の旅客化計画とは別に空港への アクセス線とする計画もあったが、路線の規格が貧弱で空港アクセス線としては、使用に耐えないことなどから、この計画は見送られた。空港アクセス線については、2013年6月開通を、めどに、三重駅から中駅間でを新設の早運が担う、ことになった。なお、2012年12月28日より、当園駅降下事業着手により、旅客、 貨物営業とも休止することとなった。大鉄、林口支線、運行をしばらく休止へ、台湾、東園。中央通信社。http://japan.cn.a.com。J c na. Com テイラー・ワッツ、サーチ、2012億1229万2、アスプックス、9イコール E5%8 回 B0%。